皆さんこんにちは、ダーリンハニー吉川雅宏です。あゆです。さあ今日はなんとですね、東京スカイツリー駅上り線高架施設見学会にお邪魔しております。この番組は隅田町角放送局なんですけれども、うん、もう鉄道電車のことになったら僕たちちょっと黙ってられませんね。いやそうですよね、もう出てくしかないって思いました。そうなんです、はい、ということでですね、我々が隅田電電車車という番組をやってるんですけども、今日は緊急参戦でございます。やったー。吉川さん、あいあいさん、今回現場から紹介していただけるということで、この見学会は東武伊勢崎線の東京スカイツリー駅付近で連続立体交差事業の上り線高架切り替えに先立って、新しい上り高架ホームなどの施設を見学するものです。いいなあ、私も行きたかったなあ。ではよろしくお願いします。さあそしていきなりですけれども、はい、なんとレールの上を歩けるということなんですよ。え、もう今からですか？今からです。すごい、私初めてなんですよ。あ、初、はい、だってこう電車の気持ちになるわけですからね。隣を通っていいってなかなかないですよ、うん、では早速行きましょうか。はい、行きましょう。降りてみましょう。すごい、だって同じ位置にいるもんね。あそこ東京スカイツリーの駅ですから今。迫力すごい。ちょうど発車しましたよ。すみません、お邪魔します。お願いします、はい。おお降り立った。高いですね、ホームって。意外とこれ下から見るとホームって高いですよね。高いですよね、上がるの大変ね。砂利、うん、そしてこのコンクリートの枕木、いろんなものがまだこう新しいですね。そう、通ってない証拠を感じますよ。車両が通ってまだいない。でもなんかやっぱ艶が出てないと通って完成するって感じもしますよね。そうですね、うん、リバティ、あ、嬉しい、リバティが止まっている。取らないと。あ、来た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 、おーリバティ、あ、発車です。あ、かっこいい、かっこいい。会津田島駅だ、また遠くまで。いらっしゃい、あ、会津は遠くまで行きますよこれ。あ、あと東武日光、これね、分かれるやつだ。立ちで分かれるのか、ね、おー、いってらっしゃい。あ、はいはい、このレールとレールのこの継ぎ目ですよ。あ、夏はレールって、うん、そっか、暑くて伸びますし、伸びると縮むがあるのか。そう、冬はね、縮んじゃうんですよ、はい、だからここでちょっと隙間がないと、そっか、反っちゃったりとか横に行っちゃったりするので、うん、あ、この継ぎ目、この近くで見られるんですね。大事、これは大事ね。え、これは楽しい。本当に最高。いや、もう全然もっと歩けるのにな。あ、また来た。ここまでですね、でもね。いや、本当に寂しいです。なるほど、あ、いや、最高です、ありがとうございます。ありがとうございます。隅田子ども PR 大使もレールの上を歩く体験ができました。皆さんは、吉川さん、あやいさんは PR 大使と初顔合わせ、一緒に区の担当者からこの事業についてお話を聞きます。ちょっとこっちの方から行きましょうか。あそこに見えてる踏切があるでしょう、あれが今の2号踏切、ここに桜橋通りって書いてるでしょう。将来あれ、あそこの踏切がこうなると思って見てもらえるとよくわかると思います。そしてあやいさんと吉川さんから質問が。今回のこの高架工事の目的をお聞きた、はい、お聞きしたいんですけど。一番はその混雑の解消ですよね。踏切があったら混雑しますし、あとはやっぱり、踏切があったらそこを人が通ってしまうと、で痛ましい事故もやっぱりあったりするので、そういうことがなくなるようにっていうことです。それでもう一つはそのやはり踏切とか線路で分断されている街がですね、高架化することによって、一体化することによってまた賑わいを増していくというようなことを目的にしてやっているということですね、うん、でもホームもちょっと広くなったりするんですよね。一面で2線を見てる、上り下り両方を見てるんですけど、はい、今度は上り線のホームと下り線のホームと、で副本線という特急のバートもあるようなところを作るということで、2面3線のホームになるということで、はい、規模も拡大するということですね。なるほど、はい、楽しみ。ありがとうございます。そこのちょっと年表を見ていただいていいですか。そして11月27日からはここ上り線のホームが使用されています。いや
勉強になりましたね。いや本当ですよね、うん、なんかこの工事が終わると踏切事故の心配とかもこうなくなって、うん、車とか歩行者とかの通行もスムーズになりそうですよね。そうですね、うん、まあ、鉄道は高架化されることによって、まあ、でもこう周りの、ね、流れがスムーズになりますからね、うん、まあ、いろいろ便利になりますし、また住みやすくなりますよね、はい、いやちょうどまた電車も行ってありますのでこういう鉄道ネタがあるときは僕たちまた臨時列車で発車いたしますので、はい、ぜひお邪魔させてください。石川さん、あいあいさん、はい、ありがとうございました。隅田街角放送局で放送完了。いってらっしゃい。こちらは新しく高架になりますので